元タレント、坂口杏里、32、と格闘家でライバーの福島真一、33、が離婚したことが分かった。福島が取材に明かした。離婚の一因は、坂口の精神的な不安定さが続き、し、得ていた福島も耐えられなくなったことだ。元お騒がせ、タレントとトランスジェンダーの異色夫婦による短い結婚生活を追った。役所に離婚届を提出して受理されました福島は、淡々と、しかし吹っ切れた様子を伺わせた。坂口にも提出したことを答えたという。元女性の福島は、性別適合手術を受け、戸籍上も女性から男性に変わった。二人は、昨年6月、結婚を発表した。新婚当初からラブラブな時もあれば、言い争いをする時もあった。昨年8月には、警察が介入する壮絶な離婚騒動に発展したが、夫婦と福島の姉らを交えた協議で、二人とも本当は離婚の意思がないことが確認された。それからちょうど1年、たった今年8月24日、坂口は、インスタグラムのストーリーズで、離婚と記された封筒の写真を公開した。あとは役所に持ってく、だけです、と投稿。再び離婚騒動が起きた。今回離婚にまで至った一因は、坂口の精神的な不安定さが続き、支えていた福島も耐えられなくなったことだ。それほど坂口の状態は芳しくない。福島は精神的に参っている時は2から3日、そばにいてあげればいいかと思いました。でも、それがエスカレートして1週間、2週間、3週間となって、と漏らす。友人男性に食事に誘われた時、坂口に行かないでと言われ、口論になった。押し切って外出すると、帰って、来ないと飛び降りる。と、連絡が来た。本当に飛び降りたが、2階からだ、畳目無傷だったという。福島は、悲劇のヒロインを演じたいの？と冷たく言い放ってしまうこともあった。病んでいる人に言う言葉？坂口から反論された。精神的不安定さを改め、善しようと動いた。話しました。でも、決まって言われるのは本人の意思。都内の有名病院がかかりつけですが、入院させようにも彼女が拒否すればできないんです。医師からは処方、薬の依存性と離脱症状、薬が体内から抜けるときに生じるめまいや吐き気などが見られると診断された。睡眠薬を日常的に大量に飲んでしまうという。福島は医療機関になんでそんなに簡単に処方するんですか？と疑問をぶつけたこともあった。帰ってきた答えは国で決められていることなので、だった。だから、眠剤、睡眠薬に依存する人が出てきてしまう。んだなと疲労が蓄積した8月24日、心が折れた。8月はこれまでで一番、外に出られず、うちで缶詰でした。無理やり外に出たら、着信が鳴りや、まなくて傷つき、疲れた。昨年の離婚騒動を経て、彼女を変えられると信じていました。でも、1年経って変わらないことに気づいて、
支えることはやりきりました。坂口は今、主にネットカフェで寝泊まりしているという。